アルキビアデス2、第2アルキビアデス。あるいは、アルキビアデスとは、プラトン名義の著作の一つ。副題は、祈願について。古代に、トラシュロスがまとめた4部作集36編の中に、含まれるが、プラトンの新作であるかについては、疑義が呈されることもあり、アルキビアデス愛と比べても、より新作性が劣るものとされる。祈願のための神参りに訪れていたアルキビアデスと、 テクワス・ソクラテス。ソクラテスはアルキビアデスに、息子たちの争いを祈って、厄災を招いてしまった、オイディプス王のように、悪いものを良いものと思い込んで祈願してしまわないよう、用心が必要だと忠告する。アルキビアデスは、ソクラテスが、例に出した、オイディプス王は、気が違っていたのであって、健全な人ならそのような祈願はしないと応じる。ソクラテスは、 気が違ってていいるるここことと、ととと資料を働かかせていることは、正反対のことだと思うか問う。問アルキビアデスはその通りだと応じる。さらにソクラテスは、資料がある人とない人がいると思うかと。アルキビアデスは当然だと応じる。こうして、その区別をめぐって問答が開始される。本編は、アルキビアデス愛の半分程度の分量なので、アルキビアデスとも呼ばれてきた。 祈願のための神殿参りに向かおうとしている、アルキビアデスをソクラテスが呼び止め、祈願のあり方と関連づけて、無知の無知や、正義、資料の健全さの重要性を説いていく。追悼演説を扱った、メネクセノスと同じく、祈願のための神殿参りという古代ギリシアーテ内の、習俗を題材としているが、内容としては、アルキビアデス愛と類似した。 プロトリプティコス・ロゴス干渉する言論になっている。ソクラテスが、祈願のための神殿参りに向かおうとしている、アルキビアデスを呼び止め、神々が我々の祈りのうち、あるものは叶え、他のものは叶えなかったり、ある人々にはそれを与えるが、他の人々には与えないといったことがあると思うかとう。アルキビアデスは同意する。続いてソクラテスは、オイリプスがそうであったように、 悪の大いなるものを良いものだと思い込んで祈願し神々の方もうっかり祈願されるものを何でも叶えてくれるような状態になっているなんてことがあると困るので祈願には大いに用心が必要だと指摘するするとアルキビアデスはソクラテスが引き合いに出したオイディプスは気の違っている人であり健全な人であれば誰があえてそのような祈願をするだろうと疑問を唱えるソクラテスが 気が違っていることと、資料を働かせていることは、正反対かとうと、アルキビアデスは同意する。さらに、資料のない人と、資料のある人の区別があることもアルキビアデスは同意する。続いてソクラテスは、資料と無資料が二者択一の相互排除関係にあるのか、すなわち人は必ず、資料あるものか、無資料のものかのどちらかになるかとうと、アルキビアデスは同意する。 するとソクラテスは以上の内容から論理的に言って無資料と気が違っていることは同じものであることを指摘しアルキビアデスも同意する。しかしソクラテスはこの国でも資料ある人々は少数派で無資料な人々が多数派なのだから先の議論通りだと国家の多数が気が違った人になってしまい現実と合わないと指摘するアルキビアデスも同意する。 そこでソクラテスは、病気が、痛風、熱病、眼病など様々な症状の総称であり、職人が、靴や、大工、彫像科などの総称であるのと同じように、無視量も程度によって、気が違っている、バカ、アホウ、行きさかお人よし、無邪気、世間知らず、愚直などと、様々に呼ばれるものの総称なのではないかと指摘する。アルキビアデスも同意する。ソクラテスが、 資料ある人々が、なすべきこと語るべきことを知っている人々なら、無資料な人々は、なすべきこと語るべきことを知らない人々であり、なしたり語ったりしてはならないことを、そうとは知らずにする人々なのでないかと指摘し、アルキビアデスも同意する。するとソクラテスは、先の話に出てきた、オイリプスもまたその一人だったのではないかと述べ、もしアルキビアデスも神に、アテナイの選手、 ギリシア全土の支配者、ヨーロッパ全土の王、万人の王にしてやると約束されれば宇頂天になるだろうが、それが己への死や災いと引き換えだったら望まないだろうと指摘する。アルキビアデスも同意する。ソクラテスは、マケドニアの戦士アルケラを推薦や、アテナイの将軍たちを例に出しつつ、支配者の地位、将軍の地位などが実際には、自身に、利得よりも、 損害をもたらすようなものでありながら、多くの人は、それが与えられるのを避けたりせず、むしろそれを得るために、祈願したりさえすると指摘する。アルキビアデスはそれに同意しつつ、無知というものが、人間にとって、悪しきことの原因になっており、無知なままになされた、祈願は、実際には、図書になってしまっていると応じる。しかしソクラテスは、無知が常に、悪なのではなく、状況によっては、 善になることもあるのではないかと指摘する。例えば、母殺しのオレステスのような復讐者が、もし母を見分けることができないという、無知であったならば、母殺しという罪を犯さずに済んだのであり、無知はある人々、ある状況においては、良いものになることもあるとソクラテスは指摘し、アルキビアデスも同意する。他方でソクラテスは、最も全着物について、無知であったなら、 どんなに他のことに関して知識を持っていたとしても、人を益することはほとんどなく、害することの方が多いと指摘する。例えば、どんなに特定の事柄、特定の技術を知っている人々が集まっていても、彼らが知性を働かせず、思惑を信じ込み、最も善着物についての知識がなければ、その国家体制は混乱と不法に満ちた。 国家体制であるとソクラテスは指摘し、アルキビアデスも同意する。ソクラテスは、では、以上を踏まえた上で、祈願は、どのようにしたらいいかとうと、アルキビアデスはそれには、大きな用心が必要であり、無造作な答えはできないと急する。するとソクラテスは、スパルタ人たちが神々に対して、善着もの上に美しきものを与えた前とだけ、祈願し、 それ以上のことは、祈願しないことを紹介しつつ、さらに、昔聞いた話として、かつて、アテナイとスパルタの間に紛争があった頃、どうしても勝てない、アテナイ人は、アンモン神ミの神殿に使いを送り、アテナイ人は一番、多く美しい犠牲獣を捧げ、立派に奉納物で神殿を飾り、毎年豪華でおこそかな祭り列を捧げ、圧倒的な額の金銭を収めているのに、なぜ神々は、 スパルタ人に勝利を与えるのかと伺いを立てたところ、お告げの伝達者は、アンモン並は、アテナイ人に、我の欲するところは、スパルタ人の、慎みある言葉であるとおっしゃったと答えたという話を、紹介し、この、慎みある言葉とは先に述べた、スパルタ人特有の、祈願の仕方のことであり、やはり何を言うべきか言うべきでないかについては、 大いに用心が必要でありよく思案する必要があると指摘する。さらにソクラテスはホメロスのイーリアスの一節を紹介し、トロヤ人が犠牲獣を捧げても神々がそれを受け入れなかったことを指摘しつつ、神々は腹黒い氷菓子のように贈り物によって心を動かされることはないのであり、それよりは人が経験であるか正しくあるかといった、 魂の方に目を向けることを指摘する。そして、ソクラテスは、神々にとっても、知性ある人々にとっても、正義と資料こそが特に尊重されるのであり、また、資料があって、正しい人々とは、神々に対しても人々に対しても、行うべきこと、語るべきことを知っている人々であると、指摘し、アルキビアデスも同意する。するとソクラテスは、アルキビアデスが、 現在のようにその知識がないまま祈願のための神殿参りへ行くのは危険なことであり、それを学び知るまではじっと待っていなくてはならないと忠告する。アルキビアデスが、その学び知る事とはいつやってくるのか、また誰が教えてくれるのかと言うと、ソクラテスはアルキビアデスのことを心にかけてくれる人によってその魂から霞が拭い去られ、悪も 全も見分けられるようになる時が来るといい。それを聞いたアルキビアディスは、それを待ちつつ、祈願を先延ばしにすることにし、持っていた花の冠や贈り物を良い相談相手になってくれたソクラテスにあげることにする。ありがとうございます。